どうも皆さん、アイナです。中森明菜さんは1965年東京都大田区で生まれました。彼女の家族には独特の伝統があり、6人兄弟姉妹全員の名前に明という文字が入っています。これは明るく賑やかな家庭であってほしいという母の願いから来ています。彼女の家族環境は明菜さんの人間性やキャリアに大きな影響を与えています。彼女の芸術的な才能は幼少期から明らかで、特にバレエに対する情熱は際立っていました。実は中森明菜さんは4歳から14歳までの10年間横山明子モダンバレエスタジオでバレエを学んでいました。その後彼女は音楽の道を志し、オーディション番組スター誕生に挑戦。16歳の時、その番組での成功をきっかけにアーナーパイオニアとのレコード契約を締結し、シングルスローモーションでデビューを果たしました。続く少女エイのヒットは彼女のキャリアの中でも特筆すべきもの。この曲の成功により、彼女は瞬く間に1980年代のトップアイドルの一人となりました。そしてその後も次々とヒット曲を生み出し、セカンド、ラブ、キンクなどで名を馳せ、1980年代の音楽シーンを牽引しました。彼女の音楽キャリアだけでは語れないのが女優としての彼女の活動です。彼女は1985年に映画愛旅立ちで主演を務め、その後も多くのドラマや映画に出演し、その演技力で多くのファンの心をつかみました。しかし彼女のキャリアには波乱も含まれています。2010年10月体調不良を理由に一時的に芸能活動を休止。この時期多くのファンが彼女の健康と復帰を心から願っていました。そしてその願いは2014年第65回 NHK 紅白歌合戦にスペシャルゲストとして登場した彼女で叶えられました。2018年以降芸能活動は一時的にセーブしていますが、音楽活動は常に前向き。特に2022年には自らの個人事務所 HG ビレッジを設立し、新たなステージを築いています。彼女のキャリアは才能、情熱、そして挫折を乗り越える強さを持ったアーティストの姿を示しています。それでは素敵な写真の数々を振り返っていきましょう。
ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。